どうもメンディーです。2017年4月新年度になりましたが、今回私はちょっと、ここのところ都心続きだったということもあり、郊外に出向きまして、私がとても好きな、垂れ込めた桜の景色を皆様にお届けしたいと思います。というわけで、まず初めにご紹介するのは、こちら JR 中央線の国立駅になります。今はね、こんなに綺麗で立派な、駅舎が建っておりますけれども、それ以前2006年までは、赤い三角屋根で有名な、旧駅舎が建ってまして、この駅の開業当時、大正15年の1926年から現存する、当時原宿駅に続いて、残る都内の最古の駅舎だったんですけれども、惜しまれつつ今から、11年前の2006年に、解体されてしまいました。とても歴史のある建物ということで、解体した、その木材だとか素材をそのまま、また組み立てられるように、保管してありまして、2020年を目指して現在当時と同じ位置にまた建設の方を予定しているということで、今のこの国立の光景が見られるのもまああとわずかということで、まあ逆にそのなんて言うんだろう、過渡期のね、貴重な光景になるんじゃないかなと思いますが、この新しいね、あの駅舎と旧駅舎がこう2つ並んでいる絵を想像するとね、ちょっと待ち遠しい感じがとてもしておりますけれども、いやもうまたあの光景が見られると思うと私個人としてもとても、ワクワク、しています。きっと地元の人たちはもっと深い愛で、おそらくその復元された赤い三角屋根を、待ち望んでいるんじゃないかな。なんとなく、この駅を行き来する地元の人たちのこの空気感がとても温かく感じます。まあもちろん春だからということもあるんでしょうけれども、あーここです。いやー国立の桜、こう低く垂れ込めていて、それが向こうに八穂という駅があるんですけれども、そちらの方面に向かってね、ずっと桜の並木が続いているという、いやー大学通りの桜が言葉も出ません。いやすごい、なんか涙が出ちゃう。なんか春の香りってこう涙腺が緩むね。なんか花の香りっていうことだけじゃない気がする。
国立のその桜のシーズンでなくてもね、この葉桜でももう冬場の枝だけになった桜の木もね、この空気をまとうわけよ。すごい重圧感があるの。この雰囲気がすごく好きでね、よくこの通り沿いのカフェに入って、もう書き物もそうだけどぼーっとしてたな。そうそう、ここによく来てた。こっちね。こんな雑貨屋さんあったっけ？忘れてるな。こう桜に見とれてる間にこう時間があっという間に過ぎていくように、人の人生もあっという間なんでしょうね、きっと。そういうことを考えさせられるよね、やっぱ桜の木って。4月ごとに必ずそこで待っていてくれるけど、それを心待ちにして、たくさん再会した数だけ自分も確実に年を重ねて土に帰る日がどんどん近くなってるっていう。とても切なくなるけど、でもやっぱ好きだな。来ましたね。国立といえばもう一つの側面が学生の街ということで、一橋大学にやってまいりました。あー、来た来た。一橋大学といえばやはりここ兼松講堂ね。この兼松講堂は、昭和2年1927年に、この地に、建てられてからちょうどね、今年で90年という節目を迎えます。その間本当に数えきれないほどの、新入生、新しい、春を迎える学生たちを迎え入れてきたこのね、講堂からはなんかこう人間に似た眼差しのようなぬくもりを感じます。その間はもちろん日本のね、東京の街にもいろんなことがあって、大きい出来事といえば戦争だったりだとか、学生運動だってあったわけで、でもそういう出来事を乗り越えて、いまだにやっぱりこうここに訪れる人たちのことを見守って
くれているようなそんな気がします。今回のムーブオン、私の大好きなこの桜の町、国立をご紹介したわけなんですけれども、皆さん、これから先時間って何なんだろうって、思うことがあったら、もう一度この回をなんとなく振り返っていただけたら嬉しいなという、私が感じるその時間の流れのその重厚というか儚さみたいなのがこう集約した町、とても大好きな町、国立を皆様に今回はご紹介しました。というわけで、新年度ということで、今後とも、このムーブオンを皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではメンディーでした。そびえ立つ木の花、時の流れ流れ渦の中、気づけば消えた人々、希望。